ち足りることを知らない者は際限なく貪る。だが何も求めない者はなすところも少ない、うん、レナの精霊も大きくなればなるほどその上はかえって強くなったのかもしれんな。ほどほどが大事、それこそが一番難しいのかもしれないわね。すごい勢いでお腹鳴った。嘘でしょ、そのタイミング貪欲すぎてもダメって言ってた。危ない、ちょっと待って、え、なんで、ちょっと待って、え、アイテム使えない、やばいぞ、どういうこと、アイテム使わせないになった、ちょっと待って、メニュー開けないんですけど、もう真剣だからじゃない、あれ、ちょっと待って、もしかしてこれヒットポイント、ヒットポイントがない、引退以上、違う、これ無敵になってる、俺無敵だ、はい、雑魚、お前なんかに負けねえし、あれ、おでこにあんなのあったっけ、あれ、切り落とされた場所、あれ、なんなの、あれ切られたとこかな、残ってんのかな何あれは、前下がりボブだな、ダブルシェイ、前髪放置ボブ、そうだね、前髪放置ボブだよ、これ復讐を誓ったあの日から小さな奇跡が起こった、前髪が生えたの、生えたんだ、見よ、ほらこのアウチのデコ前髪が、どうでもいいんだよ裁判、生えたんだ枯れ果てたと思われた我が大地に希望という名の芽生えが、あれ希望だったんだ、もう一度我々と一緒にヤードへ来ていただいた方が良さそうだ。ちょっと待った、 Just a moment、 Just a moment、 何ですか、だってさっきあなた言った、その扉鍵しっかりと、どうしたよお前もう捕まえ、もういいよ同様のあまり漱石さんが極端に大変なことになっているな。いや、そんなことならば鍵の複製を作っておけばいい。あんた同じ下宿の住人だ、チャンスはあっただろ。でも、By the way、By the way、ところでじゃないの。未来変わるかもしれないけど、もうお前捕まってくれ。ところで攻撃する前に機械をスキャンするんだ。わかった。あれさ、長押し、うん、使ったで。少しだけ待っていれば、バールって言うんだって。バールは、バールは違う。バールってんだって言うんだよね。こいつ、バールって言うんだって。言ってたじゃん、散々。あいつか、あれ見なきゃいけないの？よし、しか。私と共に過ごし、お互いのことを知り合う時間をくれはせぬだろうか。ん？あっ。拳を選ぶと、挑戦的な反応を、ノーみたいなの選ぶと、賢明な反応を、ハートがなんかひび割れたのを選ぶと、信念や境界に基づいた反応を取る。ハートは、あ、そっか、元、共感ね。共感だよ。
いや別にアーロイ好きじゃねえだろ冗談だろうはでもかわいそうだからいや今はあでもそんな手を前に組んで待ってるよでもさ見ろよあのさすごい真剣な眼差しでこれさにしたらさなんかさ、うん、待っちゃうじゃん今はその時ではないってことはさじゃあ、うん、待ってればいつかは答えてくれるのかいみたいなまあそうなるなっちゃうじゃん、うん、殴るかまあそこはもうポチの判断でいいんじゃないですかエレンドからはバースデーパーティーについて何度も質問を受けました。甘いお菓子を食べる習慣がどうしても理解できないようです。スパークリングスタウトエールで祝うオセラムの習慣とは異なるからでしょう。あなたのためにパーティーを開きたいとも言っていました。サプライズとしてです。言っちゃダメだよそれ。ダメでしょ。それは遠慮したくないサプライズってそう言うと思いましたガイアお前バラしたな。ガイアまだちょっとあれだな。お前AI としてダメだな、うん、ちょっとあれだわ。ちょっとあれだな、うん、たまにはさあの嘘を作ってんのも、そう嘘というか隠すっていうのも、隠すっていうのも大事だぞ。サプライズ知らんかったか。アルチが上昇。うわーい。ただ飛びたいから、ファストトラベルせずに飛んでる。そうだよ。いや、いいと思う。死んじゃったじゃん。折り方が本当だった。嘘だ。嘘だ。折り方が分からなかった。嘘だ。結局ファストトラベルするんかい。ここにさ、ミニカーバトルがあるんだけど。やろうぜ。どうやってやんの？ん？わかんないっす。レースをスタート。レースをスタート。アイリッツじゃ海賊。準備はいい。はい。早すぎて落ちちゃうのかな。Yeah, I know. 2、1、スタート。おぉ。So close. はぁ！飛んでった。あ、なんかスピード感のないレースだな。コツをつかんだぞ。嘘だ、マジで。うまくない？え、うまくない？やだ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 。嘘つかんだぞ。ちょっと待って。やだ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 。嘘でしょ。え、なんでどうやって。やったぜ。マジかよ。バカな。なんで。ロープを引く。引く。単純なやつ。Hope you bring your A game。連動？はい、来た。はい、来た。あ、ちょっと今ズルだよ。ズルだよ。ちょっと待って。マジか。お前、思ったよりめっちゃ早くね。イエーイ。もう一回、もう一回、もう一回。もう一回やぞ。今ちょっとズルしたもん。ズルしてない。一回あれだったもん、今。何？なんか。なんだよ。あれだったじゃん。よーい、3、2、1。嘘だろ、マジで。嘘だ。やばい。イエーイ。こっとね。マジで。ダンボの特性、威嚇だから手持ちの戦闘にいると野生のポケモン出にくい。あ、そんな効果もあんの？
威嚇って攻撃力下げるだけじゃないんだ。プラマイゼロじゃん、3つ持ってても。あと甘い蜜は持たせるものじゃなくて使うものだから、プラマイゼロじゃなくマイナスだよ。あ、そっか。え、蜜持ってても野生のポケモン出てこないの？もう出てきそうなもんじゃん。じゃあ何でもなかったんだ、あれ蜜持たしても。そうだね、むしろマイナスだったみたいな。そっか、試されるみたいな。ゆけいこちリアルガと向き合うんだ。こいつ最後まで丸投げしてくる。そして心の声を聞け、その思いを確かめろ。マスターブル投げてみるか、試しに。行くぜ。怒ってるやつにこんなもん投げつけていいのかね。話もしなかったけど。心の声も聞かず。心の声も聞かず。ある意味鎖で縛るよりもひどいことしたね。俺閉じ込めちゃったけど、心の声詩人みたいに聞いてないよ。聞いてないよ。なんか聞いてほしいんじゃない。あー、なるほどね。名前に出た。名前に出た。そっか、聞いてって。なんで聞いてくれなかったのって。なんでいきなりマスターボール投げたのって。決勝。あ、さっきの仮面男、危ない要素って絶対なんかしてくるよ。本気いくわ。お、攻撃力アップ。ワイズマン？そんな名前だった？そんな名前だった。はい、避けてる。え？あ、全部避けてる。ちょっと待って、お前。嘘、背中向けてるし、こいつ。ぬるいわ。ぬるいって。ワイズマン。何してんの？ジャンプしてるだけじゃん。イベントバトルなのに攻撃力上げるなんてかわいそう。さっきのでしょ。気づかれたか。好き並みだわな。渡せと言われて、はいそうですかと渡すと思ってんのか。ざけんじゃねえぞ。え、おっさん。ならばその月並みの短歌を切った愚か者の末路も知ってるだろう。いや、ステータス回復。お前ちょっと待って、お前もかよ。おい、こっち命中率下げたのに。え、何それ、すげえかっこいい構えしだしたあいつ。危ない、光ってるよ。ねえ、危ないよ、光ってる。え、でもかわすじゃん。出た、またかわすじゃん。またかわす、あ、痛い、あ、死んじゃう、死んじゃう。今イベントバトルじゃなかった。イベントバトルじゃなかった。またなんか来るんじゃないこれ。ん、なんだなんだ、嘘。あー、ソラムサスだと思ってたよ。なんで。いや、ちょっ、か、動き変だぞ。いや、もうだって明らかにおかしくされてんじゃん。動き変だぞ、暴れてるぞ。ハマーだ。あいつはもうラムサスだったじゃん、それは。なんてシーンだ、本当だ、残酷なシーンだよこれ絶対。ちょっとちょっとタバコ吸うね。嘘、ちょっと今もう泣きそうだもん、嫌だよ。どうしよう、来てしまった。嘘だ。読むわ、第1問。うん。え、青だ。あ、ポチだよ、ポチだよ。ね、あ、ポチが落ちてきたよ。ポチが落ちてきたよ。ポチが落ちて行くよー。こっちが。
おい、合わせて。でも下下下下下下下。あ、じゃねえ、なんでなんで、ねえどうして、忍者龍拳伝あるじゃん。あ、これどうやってやるの。あ、できますけど、ポチですねこれ。はい、あ、できるじゃん。はい、うい、え、なにそのスペシャルって。つい、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 あ、かん助けて。よくここまで来た。いや、いや、いや、ちょちょちょ、まずは褒めてやる。違うよ、どこだ、邪気を。ちょ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 、その前でもこの鬼面夜叉倒せんぞ。よし、じゃあ最初から出してやるよ。でも弱くなってたらどうしよう。あ、なんかこれ千代の富士じゃない、千代の富士じゃないそれ。ん、勝ったじゃん。行くか、行くか、大勝負、馬強そう。あ、二人とも塩撒いたね。あっ、あっ、あっ、熱い、熱い、負けない、やだ、やだ、ね、やめて、嘘だろ。おいし、お、同じだね。あ、体力でもないな。やばいやばい、やばい、体力ない、大事だ。米錦を倒せれば俺は体力がない。あ、やった、くそー、やったー、米錦倒した。おぉ、やったぜ、勝ったー、勝った。うわ、なんですごーポチに勝てないのかね。勝ちましたけど、どうしましたか。なんで？ごめんなさい。お気は渡せ、アイテム交換するかい。いや、いい、なんで今。どうしたらいい？また使った。あっ。今、斧でしばかなかった。気のせいから俺の見間違い？しばいたことにより、うん、あの、あ、人いた、隠れてた、火の中に。いや、死んでるだろ。あ、ガラスの上を歩くと遅いわ。椅子の下とか。もうさ、俺めちゃめちゃ、ああ、何？え？あ、もうだったら見えたろうよ。ふざけんなよ。箱の裏っ側は見れたでしょ。いっぱい箱壊したのに。ふざけんな、マジかよ。人ん家で必死に匂い嗅いでる成人男性。彼女と暮らす2年間は本当に幸せでした。至福の時間でした。どうしたお前どこ見てる。女性と付き合ったこともない、ずっと孤独だった私のもとに、とりあえず順に謝れ。天使のように、おい、美しく優しい女性が。お前の声もいらないのよ。とりあえず、あの、どうした、謝れ順に、ちゃんとって言ってる。うわ、あ、シューちゃん、あ、キューティーの可能性。危ない、横手で下げるね。慣れちゃって、おほ。ぐる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 。あると思うわ。三角。四角。三角。丸。負けた。負けた。嘘。あ、なんか構えダサい。お前。こんな時に言うことじゃないかもしれないけど、ダサいわ。逆手の感じは純技かも。確か。意識かぶった桐生さんみたいにね。怪盗さん。いいね。危ない。危ないよ。あ、刺さっちった。いった。刺さっちった。
そっちだ。 R1 とかさあんの？マジかよ。あいつもナイフ逆手持ちする？お、いや、部屋にダンベルあったもん。これ見てるジュンどういう気持ちなの？ジュン。あ、嘘でしょ？その勝負受けてたぜ。これはやばいぞ。なんでだよ、そこじゃねえよ。前回作ったさ、フライドチキンとかあるやん、うん、あそこでみんなでご飯食うぜ。あ、まずご飯そうだね。欲しいとこではあるわ。俺腹いっぱいなんだけど。ご飯、フライドチキン。じゃあ、文ちゃんさ、腹いっぱいならちょっと店員お願い。じゃあ、プチ座るわ。あの、焼きたてを。焼きたてをそこからちょっともう一回出してもらって。もう一回出してもらって。いただけると。はい。うわぁ。帰ってこれるかな。帰ってこれるかな。店員、やったー、お前ら。店員あれなんでね、来ていただく。ポチ絶対落ちるなよ。任せるって。だって AAU さんが広げてくれたんだから、うん、水を広げてあるよね。広げてあるよ。へい、痛い。痛い。嘘じゃん。なんで？ああ、そういうことか。ポチ。どうやって？あれ？ポチ。一応何してんの？まっすぐ降りたけど。誰だ？ちょっと。ポチ。おいおいおい。始まんねえよ大会が。おい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 。おい、1円コインやめてくれよ。イエローカード、イエローカード。おいおい。カメラマンいじめんじゃねえよ。あ、ダイヤモンドです。あ、お、いいね。あれ、あ、来てんじゃない。あ、あ、結構ある。あれ、結構あるぞ。いて、邪魔だよカメラマン。カメラマン特ダネを取ろうと。怒られてる。前乗りしちゃった。前乗り戦で、うん、あの前乗りまた位置変わってこない。前乗りじゃねえや。前に乗り出してしまった。そしたら殴られた。と、イエローか。4つかな。殴られるカメラマン。あ、私、もらった1個。ちょっと待って、カメラマン。セーフ、カメラマン。はいよ。もう、最先いいでしょ、これ。ダイヤモンドあなたにだって。レオにあげたわ、ダイヤモンド。あなたにじゃねえんだ。取られちゃうの。あ、そうか。ダイヤ、ここで。ってことは、レオは、45点。45点、すごくない？すごい。なんだろう、すごいはずなのに。すごいはずなのに。思うんだよ。やっちまった感が激しい。いきます。はい。入れてください。え？あれ？あれ？ガチじゃん。あれ？どうだ？ちょっと待って。あれ？レッドストーンの配点間違えた説がある。レッドストーンの配点間違えてる説ないこれ。156点。だって。さあ、大差。レッドストーン。大差。レッドストーン、すごい。あ、逆さだこ。逆さだこ。あ、入れるかな、で。あ、痛い。痛い。これだけ大きければ、本当に入れそうだ。入ろうとすんな。え、入っちゃうよ。え、見て、ねえ、見て、ねえ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 。見て、見て、見て、見て。お前んちの手を見て。入ってる、入ってる。種虫かけもございませんよ。二人は食い入るように見ている。もう少し入るかもしれない。ちょ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 。いけ。いけ。お。いや。何してんのお前。頭からいった。レオ。頭悪いのかお前も。VR ってこういうこと。先進んでんな。中に空間が広がっている。え。ね、やっぱね、かっこいいね。そうだね。やはりメイン。メイン格でしょ、この人が。だから小一の時もさ、この坂道登って大丈夫、急がなくて2人で学校行ってたよね。めっちゃ遅ない、うん、あの、大丈夫。縦に小刻みに飛んでない、あのこいつ、こいつら、2人して5センチぐらいしか進んでないが進んでないぜ、一歩あたり、うん、あ、そうだ。なんだよ、ゆっくりだね。
あ、そろそろ予定がなっちゃう。教室に戻らなきゃ。行って。あ。行って、肩折れた。あー、折れたなー。あー、肩。行ってーなー。やべえ。急な方向転換は危険だ。やべえ。やべえ。やべえ。行きった相手がやばって、まずかった。くそ。やばい。これまずいよ。あ、日村先生。すみません。怪我をしてから、させてからでは遅い。はい。以後、気をつけなさい。はい。はい、すいません。はい。はい。はい。あ、日村先生のチョークに。チョークじゃねえや、逆だ。チョークにネクタイの粉が。日村先生のネクタイにチョークの粉が落としてあげよう。ペン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 。トイ。何を？あ、チョークの粉ついてた。ネクタイにチョークの汚れがついてたので。なんで教頭がチョーク使うの？大変失礼。それは使うよ。新手のスキンシップかと勘違いした。お前まずいぞ、やばいぞ。どうした？急に。スキンシップ？え？スキンシップ？新手のスキンシップ？なぜ驚く？私はここで長年教師をしている。君のような元気な生徒から幾度も。うん。幾度もスキンシップを。なんでスキンシップ受けてお前ちょっと捕まれ直ちに問題だぞちょっとおまわりさんこの人です。そうなんですね。これで、ね、これでなんか書こう書こう。なんて書こう。完成。いいじゃん。とっても美味しそう。やった。え、バッチリじゃない。家内間違えてる。決定。決定した。あー、なるほどね。クリームを生かした。生かした。なるほどね。これへん、あ、これへんがいいか。ほら完成。ポップ。とっても美味しそう。やったね。これにします。うまくない？午前も頑張ったし。はっ、はっ、さあランチタイム来た。今日も元気マリー。最近ランチタイム多いね。いやー、このラーメン、うどん。ラーメン、うどん。ねえねえ、ヒカルたちと一緒にランチしよう。ラーメン、うどん。唐揚げ、ラーメン。最近ちょっとジャンクに寄ってきてる気がするんだよ、二人。唐揚げ、ハンバーガー。来るぞ。行くぞ。はい。あ、みかげ先生って。見たことねえよー。なんだよ、それ。すげえ食うじゃん。大盛り2人分ぐらいない？これさ、パーティーサイズじゃん。めっちゃ重い。焼きそばかな。ビュッフェで見るやつじゃん、だってそれ。見たことねえよ。魚今来た、鮭。なんで魚食ってんねん、お前肉好きって言ったじゃん。なんて量だ。やっぱりじゃあちょっと俺、じゃあ、あれだわ、ね、監督を作るわ。アロハ、青春で。青春。青春学園。うん、やっぱ。青春学園。青春したいわ。青春できなかったの？困りそうにね。うるさいな。やめろ、泣くぞ。大人だって泣くんだから。この配信で何度も見てるだろ、俺が泣いてるところを。どうしよう、名前宇都宮、レオ。え、レオ、レオ。何？レオ。どうした？強いぞレオって名前。ちょっと待って。おお、ちょっと待って待って。あれ？ね、おい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 お前。あれ？あ、なんだっけあいつ？何とか丸？力丸？ちょっと待ってお前話。は？は？仕方ないわね。お、このチームやってらんねえな。あれは付き合ってる。リキマル付き合ってるぞ。リキマル？ああ、みんなで行ったのか。なんだよ、どかすだよ。筋力じゃあげる？うん、筋力上げよう。4% あげるけど、4% ぐらいなら大丈夫だろう。まあでもいいよね。4%？ 嘘だろお前。4% だぞ。は？レオ弱。あれ？あれ？あれ？どうしたの？ああ、よし。ならさ、
ちょっと空気読めない感じになってるじゃん俺。ちょっと待って。読めないなレオ。マジか。いやでもまあなんか仲良くなったのかな。どうなんだろう。どうだろう。なんかちょっと話し合わないのかあの子と。そう考えるとちょっとなんかデートするのも。そうやってすぐそうやってそうやってさちょっとなびいてきた女子とかにすぐホイホイ行くからさいけないよそういうの最初に決めた女の子を一筋に通しなさいよはい、わかりました、賛成でしたよしリアルな説教じゃんはい、来た。カセがいなかった。ダメ。あ、うつ。嫉妬はダメよ。やばくない？ 5 打席連続ホームランでとんだ怪物が現れたじゃん。やば。彼女ができないばっかりに生み出された怪物。ねえ、いつまで返事を持ってればいいの？ドキドキ。なんすんの？眉が下がるの？ドキドキ。あれの答えは？おお、何こいつ気持ち悪い。セリフで返した。セリフで返した。ダサ。ダサって。嬉しか。本当ね。本当にうちのこと好きっちゃね。でも今のセリフ、前の棒読みに戻っとったね。きた。彼女か。見たか。できた。来たぜ。ちょっと待って、試合前に女子にうつつを抜かしてるやつなんかに負けるわけがないよ。当たり前だろ。お前、どの口が言ったよ。ドキドキ、ドキドキ。ドキドキするわ。あ、来た。一位指名。来た。やった。やったで。いや、やっぱこれだな。え、これだな。ない。第9押しって誰だ。第9投げた。よし、来たんじゃない。すごい。よし、じゃあレオからいろいろ質問を。質問というか、質問というか、だってもうあれでしょ、まあ、まず何なのかというところからの話じゃないですか。すげえ。じゃあ今からう、はい、発表します。はい、今回、うん、はい、モカさんと、はい、結婚することになりました。ちょ、一回原神やめね。ポチ、回復して死んじゃう。ちょっと、待って待って、はい、え、はいはい、はい、ここここ、ここここここ、え、ちょっと待って、オオカミでやる。軍玉閣にみんな集合。そうしてる、そうそうしてる。動きすぎないよ。やっぱり緊張してる。てか、ここで言って大丈夫な話だった。別にいいよ、それは。あ、大丈夫です。あの、今それは。本名も言ってるわけじゃない。いや、すごい。マジか。マジか。おめでとうございます、本当に。おめでとうございます。神女披冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，倡议诸位。时鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。